本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小龍祭です。本日は、アマンチュアドバンス第9話、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、前回、不評でしたね。ダメか。ああいうのダメか。そっか。まあ、私的には、あの、てことピカリが見たいんで、 まあ、ずっと出っ張り行ったわけにいかないですから。まあ、あの、姉ちゃん先輩と、香取先生の、メインの、あんな話がね、途中で挟まってても、別に、それはそれで、うん、全然いいし、もう完全にあの、何、超自然現象の世界に、話が足踏み入れていったんですけど、まあ、それはそれでね、あの、どういう世界を見せるか、 ですから、そういう話になってくると。どういう物語、どういう世界、をそこであるかなんで、あれはあれでね、すごく、あの、もう、パッと見のインパクトがすごいですよね。うん、いちいち。すごく幻想的というか、あの、幻惑、幻惑のトイズですよ。ねえ、あの、なんか、惹かれるというか、惹きつけられるというか、そんな感じのビジュアルだったんで、 へえ、と思って、脳天気にポカーンと、驚きつつ見てたんですけど、やっぱあまりにもダイビングと関係なさすぎるっていうんで、うーんそう、そうそっか。ダメか。なんかあの、冒書では、まあ、例え話としてですけど、あの、ラーメン屋に行ってピザ出されたらどう思うって。めっちゃ美味しいピザ。でも、食べに来たのはラーメン。そっか。うん。まあ。 うーん。まあ確かにね、あの、まさか3話使うと思わなかったですからね。<laughs> 前回普通に楽しめた私でも、前回、あの、弾いた時は、さすがにびっくりしました。思い切ったなと、思いましたね。だってね、まあ実際こうやって、あの、うん。だからこれが、あれなんですよ。これがもしダイビング絡みで着地したらどうないっすかそんなことは。 まあそしたらもうお見事とし、言うしかないですよね。今んところダイビング、ダイビングと関係ない話が少なくとも 2. 点何話分か挟まるのが確定してるだけで、それがどう決着するかわかんないんで。まあこれでね、あのー、もう大トンでん返しぐらいの見事な着手をしたら、まあそれは本当にすごいことなんだが、まあでもまあ、まあ見てきゃわかりますよね。こんな感じで、えー、 アマンチャアドバンス第9話見ていきたいと思います。3、2、1、5。どうなるんですか これで解決というか、救済かと思ったが、そうじゃないらしいんだよな。でも姉ちゃん先輩、かわいそうだよな。急に誘われてさ、で、惚れ始めたと思ったら、結局、ピーターの気持ちは、先生の方に全部向かっちゃうんだ。 でもね最初の方からそうだったけど惚れたところでさ惚れたところでですよ相当困難な声になりますようんいいっすね こういうゆったりした静かな曲調で優しい歌声の曲でここ数年で一番いいんじゃないですか私あの多分あの魔法霊のリアクションで言ったかもしれないですけど確か言いましたけどアップテンポで密度が高くて元気で明るくて前向きな歌が大好きなんですよ それに対して、あの、この曲って、全く毛色違うでしょこういうタイプの曲で、第1話、あれ第1話でなりましたっけ何話か、1話か2話かわかんないですけど、あの、最初の2秒聞いただけで、もう購入確定しましたもんね。うん。 お夢の続きの見方なんて教えてもらえるんですかへえあっさりいえたじゃん今度やってみよういやうんでもどうしようかな夢の世界ってねー あんまりお夢の世界ってあんまり実はかかんない方がいいんですよね積極的に <laughs> さすが夢のプロフェッショナルですね なんか空気変わったな。前回の幻想的でどこか物が、物悲しい雰囲気からいっぺんに変わったな。<laughs> だからなんか前回疑問だった部分がすぐ明らかになりましたね。まさか あこれ勝ったなこれ勝ったっしょまあ別に倒しに来たんじゃないんだけど無敵の布陣なのだまさしくこれどんな障害があっても余裕で 踏み潰していけんなおおまあそうっすね釣り竿でもいいしそり言ったらさあどうするつもりなんすかねフフ <laughs> ですでねつえなこれは結局何をどうしたらいいんですかね <laughs> ああなるほどなんか邪魔しようとしてんじゃなくて船が壊れ始めてんのか。 ま、あこの二人は大丈夫でしょう。夢のプロフェッショナルといえばね、もう、ほぼ明晰夢ばかりを見るという、大坪ゆかさんとかも、別の意味での、ナイス、グッ。別の意味での夢のプロフェッショナルですよね。あの猫さ、そう。 前回あんまり気にならなかったんですけど、怪しいっすよね。だって明らかに怪しそうな目つきしてましたもんね。途中、一瞬だけですけど。で、この神社にもあの、猫の像がありましたけど、あれの化身なのかなで、赤子で、ここに置き去りにされたピーターを守って見守っててっていうことなのかなで、使い魔として、 香取先生との間を聞きしてたりとかそういうことなのかなとかいろいろ考えちゃいますね。 ああ、マジっすかー。姉ちゃん先輩。マジっすか。おう。真正面から本気の告白じゃないっすか。えめったに見ないっすよ、アニメで。 だって叶わない可能性がこんなに高い恋ってめったにないっすよ。よくそれをまあ。あんだけストレートに言ったな姉ちゃん先輩すごいんですね。度胸の塊かよ。それであの赤子は。え赤子のままなの いや、その赤子がどうなったのかがさ、赤子どうなったのよ。それは気になるんだよな。赤子に戻ってもいいと思うけどね。でもそれは昔の話だから赤子なんであって、それはその後どうなったのか。 そうかそうか姉ちゃん先輩そっちへ後押ししていくのね。 これは並大抵の思いじゃないな本当にピーターのことを思ってないとこういう発想がまず出てこないしなそれを促そうなんてとてもじゃないけど そうですね作ったのもピーターならそれを閉ざすのもピーターなんですよね。 だからこの世界を作り出してその中にいるっていうことが長い逃避だったってことかな。 会えなくなるかもしれんのになまたまたとぼけちゃってこれでね姉ちゃん先輩が迎えに行けたら最高なんですけどね そうなんだ。そうかー。うん。 ケッシーなんだへえ、はあ、おなんかキャラ変わったな <laughs> そういえばあのピーターパンの話ってちゃんと知らないなキャラと大体のあらすじしか知らんわ 姉ちゃん先輩はなんでこんなにピーターを愛してるんだただ会っただけですもんね謎だなまあでもそんなもんか お疲れ様でしたあそうなんだどこ行ったのかと思った。 なんか、姉ちゃん先輩は、あれ <laughs>、なんか、叶わないというか、悲しい恋をすること多いんですかお。ああ。幻覚か。 なるほどうーん夢の中ではずっと「マトちゃん」って呼んでましたもんね。だそれが体に癖になって染みついててその癖が出たことで記憶も引きずられて出てくるっていうね。なるほど。 そうねこれ先生的にはどう思うんすかねそうたださよならするしかなかった人と姉ちゃん先輩が知らないうちに出会って いたことをあまあ間違いないでしょうおおあの猫はは何なんですかねンジなのかな 神社で猫が信じってありえなくはないのか。私の知識は貧困なだけで、割とメジャーな、よく刺激されてるのかな。ああ。ピーターがいるのか、いたとしても。 いや、なんだひどいあはいあのあとえはああ 姉ちゃん先輩が変えたのかつまり台無しだよ 台無しだよあんたいやイケメンイケボイスで言ったってダメですよはあそうですよともかくまた会えましたようん あの鑑賞を返してくれとかいろいろ文句は言いたいところではございますがうわ悲しい羽 <laughs> ちゃん先輩ちょっとまあでもそうね この二人の関係の長さと深さを考えたら、そら。姉ちゃん先輩、ちょっと、なんつうけなげな人なんですか、あなた。いや、これ、先生二人にとっては、本当に、うん。 本当によかったなっていう話なんだけど姉ちゃん先輩こんなんばっかりだないやあなんかトート君先輩がすごくかっこいい。 優しい。なんかすごく頼もしいな。決めなきゃいけない時にビシッと決める男だね。ゴーあんまり使われてないんじゃ。まあでも大事なとこに使われてるか。 最後の優しい声がほんとたまんないというか切ないですね。ああ、そっか、うん。まあでもね、姉ちゃん先輩は、まだまだこれからいろんな人と出会う機会も多いでしょうし。うん。なんかすごく切ない、 切なくて、悲しくもあるけど、いい話だったなぁ。結局は。まさかあの、プロタゴニスト先生が、ピーターだったとは、あの、初登場時に、ちょっと思ったんですよね。ピーターが初登場した時に、あれ、なんか、先生 に似てるなと思ったけどそれはたまたまかと思ったんですよね普通にだって先生ねそっかなるほど大人になったからなるほどねでもなんか結局赤ん坊は全然かわいそうなことにならなくてよかったですねまあそれは姉ちゃん先輩がそういう風に変えたっていうことなんでしょうけど 久々。まあ、で、あのー、結局、地はまるまるダイビングと全く関係ない。だから、あのー、前にも言いましたけど、この、この回見てダイビングのアニメって分かるやつ、いんのかよ、みたいな。 ツッコミしてましたけど、それどころじゃない。〇,〇さんは全くダイビングと関係ない話やるってね。大したもんですよ。まあ、うん。まあでもこれはもう吹っ切れてる。ここまで吹っ切れてればいいんじゃないですか。私的にはすごくね、いい話でしたね。いいっていうか、まあ悲しくもあるんだけど、すごく切なくて素敵な話でもあったんで、個人的にはすごく満足なんですけど、まあ、これでまたしても同じツッコミが来るんでしょうね。まあ、しゃあないよな。 と、そう、あの、前回、前回の頭にでも言おうと思って忘れてたんですけど、あの、夢の中で、夢の中だけであった女の人いるじゃないですか。あの人どこ行ったので、あの、考えたんですけど、あの人が、あれココロちゃんのお姉さんココロちゃんがあの、コスプレした時に、なんか、あの、お姉さんに無理やりやらされたみたいなこと言ってましたもんね。なのかな。だから、次に登場する時ぐらいに、その答え合わせがあるのかなと思ったんですけど、 まあそんな感じで。まあこれは、うん。よかったけどね。まあ批判しようと思えば、うん。いくらでもできてしまうでしょうね、これは。まあ私的にはすごくいい話でした。姉ちゃん先輩も、ああやって、その、パーソナリティに焦点を当てて、物語の中で、いろいろな気持ちとか成長とかを見ていくと、なんかね、 大丈夫だよって言ってあげたくなりますね。なんか姉ちゃん先輩の存在感が大きくなった回でした。まあこれがまんまとなんでしょうけど。まんまと姉ちゃん先輩の存在が大きくなった。そんな第9話でしたね。こんな感じで、えー、アマンチュアドバンス第9話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。